はい、皆さんこんにちは。トップトレーナーとインパワーです。今回は GV ピークのプロベナンスシリーズの中で、タコバレーというのを試食会をやってます。タコバレーです。いやまだ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 食べないの、過去の動画でプロベナンスシリーズについては、概要説明しているビデオがありますので、そちらもチェックよろしくお願いします。 GV ピークのプロベナンスシリーズはこのオタゴバレーの他にハウラキプレーンズ、それとイーストケープという、これ合わせて3つがあります。前回はハウラキプレーンの試食会をやってみました。その過去のビデオチェックもよろしくお願いします。今回はこのオタゴバレーというのを試食会をみんなでやってみたいと思います。これは、GV ピークの特徴としてはニュージーランド産の豊富なタンパク質をいろいろと入れているということと、ニュージーランド近海で取れた魚介類を豊富に入れているというのが特徴、まず一つと、二つ目はエアドライ製法、エアドライ製法といって、ちょっと、硬いドライフードと比べて半生みたいな柔らかいタイプで作っているというものです。それと5つの主原料をタンパク質をバランスよく入れているというのがこの GV ピークのプロベナンスシリーズの特徴の一つでもあります。では今回はこの、オタゴバレーなんですけども、オタゴバレーはどういうものが入っているかというと、ビーフ、それとベニソン、鹿ですね、それとラム、それとホキ、タラと魚の2種類、動物性タンパク質の3種類、合計5つのタンパク質が豊富に入っていることとバランスよく入っているということです。ではこのオタゴバレーやってみます。ちょっとチェックを上げてみて書きます。ハウラキプレーンのいい匂いって感じですか、このオタゴバレーは。あ、これもなかなかいい感じです。ハウラキプレーンに負けずと劣らず、こっちもいい感じですね。いい匂いです。ではそのまま引き続きこのエフジアンタービアンのパンコさんに紹介を。まだ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 早いのステイ。なるほど。粒はステイ、粒はこういう感じになってまして、平べったい感じで四角形みたいな感じです。ちょっと柔らかくなっているタイプです。欲しいから早くください。はい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 、あっという間に食べます。追いつき顔味、顔味です。OK、ということで、この後それぞれのワンちゃんにも試食会をしていってみます。最後までご視聴よろしくお願いします。関連動画の方も下降欄に載せておきますので、よかったらチェックの方よろしくお願いします。またチャンネル登録すると高評価ボタン、いいねボタンよろしくお願いします。何かコメント等ありましたら、コメント質問を受け付けます。それとこれは現在メーカーでのオフィシャルサイトでの限定販売、それと私どものように、認められているショップさんでの、ある特定での限定食が限定販売となっていますが、 QR コード、当店の QR コードも、この辺に載せておきますので、よかったらそちらの方から簡単登録、登録料無料、それと定期購読になってしまうんですが、いつでもやめれるので、何ら制約はないので、いっぺん試してみようかなという方はこの QR コードから行ってもらって、もしくは私どもの近い方でありましたら、バラ売りでもいいから試して、販売もできますので、よかったらよろしくお願いします。じゃあ今回はオタゴバレー、 GV ピークのプロペナンスシリーズのオタゴバレー紹介です。
なんかまたこばり食べる？またごばで食べる？かなちゃんもいで。またごばで食べる。いかがでしたか？今回は GWAY ピークプロベナンスシリーズの歌子バレーの、試食会でした。このようにこのチャンネルではワンちゃんのお役立ち情報や、犬のしつけトレーニング癒しの動画を、随時配信していきます。 YouTube ショートも短いショート動画も、配信していってますので、またそちらの方も、ご覧いただいて癒しの動画となると思います。今回は最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、またいいねボタンの方もよろしくお願いします。歌子バレーの試食会でした。どうも、それではさよなら。